よさこい祭りの様子よさこいは、よさりこいという古語が変化した言葉。または、高知県の民謡であるよさこい節、同県のよさこい祭りの略。他に、高知県のよさこい祭りの形式を取り入れた、各地の祭りイベント踊りの故障として、よさこいと呼ぶ場合がある。よさこい節のよさこいの意味は、どの説に従うかによって解釈が異なる。よさりは、夜分や今夜という意味で、 旧世期末から使われていた言葉である。さらによさりこの量に、マウデライトの玉いて、竹取物語。また、理が取れた、夜さという形では1707年頃から人形浄瑠璃に登場する。夜さ恋という字を禁止で、縫いは節素に成獣郎と寝たところ、新十獣、五つ、近松門左衛門、短い夏の人よさに、鎌倉三代木、近松藩次。 なお、日本の各地で野分のことを、よさりという方言が残っているようであるが、現在の都差弁では、よさこいといえば、よさこい節よさこい祭りのことを指し、夜にいらっしゃいという意味では使われていない。高知県に残る民謡を。林言葉として、よさこい、よこさいと歌われる。その起源については、諸説あり、未だ特定には至っていない。吉原は、 性格上日本中の歌が集まる土地であるが、よさこ武節を想像させる曲調の新とさ節が残っている。純真とお馬よさこ武節には数百曲に及ぶ替え歌が残っており、どの歌がどの時代に作られたものかは定かではないが、よく知られている代表的な歌詞には次のようなものがある。原価はおかしなことよなで始まり、幕末にいかけやお馬の歌として流行した。 竹林寺の僧、純真と、いかけやお馬の秘伝物語は、その舞台となった、ハリマや橋と共に有名であり、観光名所として残る。また、その他に残る有名な歌詞としては、よさこい祭りのために、竹正栄作が作詞作曲した、よさこいなる子踊りに使われているものがある。いかけやお馬の歌を代表として、下流界のお座敷歌、自由民権運動で歌われた。 吉しやふし、よさこいなる小踊り、ペギー葉山の南国とさを後にして、などで歌い継がれ、現在はよさこい祭りの一フレーズとして使用されている。ありがとうございます。